ウェブ制作会社で、アルバイトという観点でも話を聞いてみたいです。で、これに関しても、これもたまに聞かれたりするんですけど、めちゃくちゃいいんじゃないですかね。正直別にアルバイトだろうが、正社員だろうが、やる仕事はそんな変わらなかったりしますし、あとプラスアルファで、じゃあ経営者の視点で考えたときに、経営者からすると、未経験の人をいきなり正社員として雇うって結構リスク高いわけですよ。で、なんでリスク高いかっていうと、日本の法律だと、正社員にしちゃうと、解雇しづらいからですね。でも一方で、アルバイトとかだったら、要するに解雇しやすいわけじゃないですか。だから一旦アルバイトで入って、そこでちゃんと実績を作ったら、そしたらじゃあ経営者はどういう行動をするかっていうと、この人に外部に行ってほしくないなっていうふうに思うんですね。で、そうなってきたら、そこに正社員になっていくとか、もしくは、アルバイトのまま時給を上げてもらうとか、そういった感じで、まずその環境に入れるんだったら環境に入っちゃった方が僕は全然いいと思います。はい、続いて質問4ですね。週何日かの派遣やパートという勤務形態だと、あまりスキルは身につかないでしょうか。で、これも全然いいと思います。で、先ほどのアルバイトの話も一緒なんですけど、むしろそのパートとかの方が採用確率上がると思うので、環境に入れるっていう点では全然問題ないし、むしろそのプラスというか、そういう環境に入っちゃった方が勉強しやすいので、僕としては全然ありだなと思ってます。はい、続いて質問5ですね。はじめまして、現在ウェブ制作会社の転職活動を行っていますが、とある転職サイトから、あなたの職歴じゃ難しいので、営業などで職務経験を積みながら、勉強しながらのステップアップを進められました。こちらに関してどう思われるかご意見いただきたいです。よろしくお願いします。ここに関して言うと、こういった転職